現在290。お、500で、あのちっちゃい子が後ろにくっついてくる子じゃないけども上に乗ってくれるのか。さあインポスター何人ですか。ん、入ってきたか。なんとかなんとか終わらせるんだ。そんですぐ逃げろ。よし逃げた、逃げ切れた。タスク中にキルされるとどういう演出なのか。そうしてそんな囲まれ方やめて。とりあえずシールドのここやっちゃうか。で一応弁当に入って待機。お、音も消えたから OK でしょう。ウェポン側から来たインポスター、俺はここにいるよ。ぐる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 、かわいい帽子かぶっちゃって、俺のと交換しないかい。ゴミ捨てタスクここでやった後、この外の見たらゴミ捨てられてるかな。普段はねビジュアルタスク、うん、そういうの見えないようにしてるけど、このゲームにおいては見える設定のままかもしれないからな。何かフラグたちがするとサボタージュやってくるとか、そういうの、あー、そういう惜しいことする。初号機みたいな声がしたな。あれが外を飛んでる宇宙怪獣か。よーし、ラスト1個。ん？どこだ？そいつか。どうだろうな、これだったらメッドベイ入っちゃってタスクをこなしちゃう。メッドベイの弁当に入るって手もありだけど、これだったら間に合うだろう。グイ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 、間に合え。来てはいないな。よし、ナイスです。角600か。うんちは200、そんな高くないんだね。チーズ、うーん、看板いいっすね。500貯めようかな。それとも、うん、でこれにしてカラーを茶色にしてと。レベル7、まずはアッパーに向かいます。さあインポスターの性能はどうなってるかな。ベント移動とかしてきたら怖いけど、そしてもう音楽が、ああ無理だ、これはベントには入らず、うん、足で逃げよう。速度どうだろうインポスターの。おっと、あいつももう一体も来てる。まださすがに俺の方が足は速そうだな。さあこっからどっちに向かおうかな。とりあえず、うん、3インポスターいたら怖いけど、とりあえずシールズに向かいます。でついでにタスクもやっちゃいましょう。ポチ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 、はい、サッカーボール、ナビに行きましょう。トイレのラバーカップがぴょんぴょこ跳ねているぜ。はい、よいしょ、ここ綺麗だな。床から宇宙が見える。うーん、でもあいつら経路的に上から行くと勝ち合いそうだから、このまま下を通って、どうしようかな、エレクトリカル一瞬無視して、ん、O2 か。リアクター側向かおうかなと思ったけど、とりあえず O2 のサボタージュを直します。そして近くを歩く音聞こえてんな。カフェ側からやってきてるね。ここは攻めで、うん、この速度差だったらまだ俺の方が有利。もう一体がどこにいるかだよね。ぐるっと上からリアクターに向かいましょう。カフェにいそうな気がするなインポスター。いやこれなんか勝
ち合いそうじゃないか。おお、これはいい擬態ですね。完全にラバーカップが置いてあるだけですね。宇宙怪獣もそんな俺を眺めてほのぼのしてくれてるかな。おっと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 。まあでもこれだったらもう走ってね、ここに2体いるんだったらこのまま駆け抜けても向こう側にはいないってことだからね、サボタージュだけやらないでくださいよと、サボタージュだけはせんといてくださいよと祈りつつリアクターに入ります。覚えげ、早く早く早く。ふう、緊張。ああ、そして停電。これはどうだ、一旦弁当に潜むか。弁当、あれ弁当どこだ、弁当がねえぞ。ここに1個あったけど、えい、今飛び出したらさすがにね、いそうだったんでちょっと待機をして。おお、リアクターにも来るか。通路徘徊が主だと思ったけど、こういう奥まった部屋もちゃんと来るんだね。僕はただのラバーカップだよ。トイレの詰まりを直すだけだよ。今迷う。おっと、いました。となるとこっちにもいる。弁当にかけろ。さすがに無理かな、もう。ですよね。ここに逃げ込んでも入れるところはこの弁当のみと。声が聞こえたな。 おっと来てる。お、テーブルはもしや強い。なんならテーブル貫通してるけどさ、ウォーンしてるだけで来ないね。ウォーン、俺は人間インポスターだ。それ普通のインポスターちゃうか。よしよしよし。ん、まあでもゴミ捨てだったらゴミ捨てやっちゃおう。はい。で、ゴミは捨てられてるかな。あ、ないや。ビジュアルタスク確認しちゃったけど、あ、あいつもタスクやってる。いかん、これは出待ちされちゃうかな。お、言ってくれた。テーブル強いな。むしろなんでバレないの、テーブル。よしよし。で、残ってるのがO2 のタスクなんで、仮に O2 のサポタージュやられても、うん、アドミンの後に O2 直しつつやればいいので。しかしね、ウェポン側にあいつ行っちゃったから、しばらく待たないと O2 付近にいるからちょっと怖いですね。あともう1体がどこにいるかだけど、声も聞こえる。ああ、そしてエレクトリカルのサポタージュ。お、戻ってきた。やっぱあいつテーブルとか隠れたよなっていう。さあ、どうしよう。アドミン側に抜けたいけど、近い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 。下に抜けてエレクトリカルに向かいます。どこだ。あー、やっぱりもう一体がそこに。ちょっとこのカフェあたりにおびき寄せておいて、最速で抜けずに、それで、うん、行きたい方向から遠ざけてからしっかり巻いた方が攻略しやすかったりするかな。ポン、直す。さあ、こっち方面から仮にいても一旦戻ってカフェまで戻って、また右回りで大津に向かえば。声は聞こえない。このまま行けそうだ。サボタージュも感覚的にまだ大丈夫でしょう。ちゃんとクールタイムあるんだね。よーし、ゴミよさらば。ふう、疲れた。
面白いけどね、疲れるね。